皆さんこんばんは。今日は初めてのナイトルーティーンを撮りました。今回は少し帰りが遅い日のナイトルーティーンです。で、帰ってきたらまずアクセサリー類を全部外します。で、部屋着に着替えます。この日はちょっとその後トレーニングをするので、トレーニングウェアに着替えてから手洗いうがいをします。で、夜ご飯は食べてきたので、お風呂前にトレーニングをします。最近またダイエットを再開したので、朝晩と最低 2,30 分ずつは体幹トレーニングとかヨガをするようにしています。たまにネットを見たりしながら、主にこの2冊を参考にしてトレーニングしてます。お母さんお風呂入っとったから、その間に今日しなあかんこととか今週することを全部手帳に書いといて、んで汗かいたんでシャワーに行きましょう。でお風呂は私大好きなので、40分ぐらい全身浴して、まあ、だいたい1時間半ぐらいお風呂に入ってます。で、音楽を聴いたり、ネットフリックスを、これはテラハかな、見たり、 YouTube を見たり。はい、私がお風呂で使っているものを紹介します。まず洗顔はずっとおすすめしてたビーグレンクレームウォッシュか、これです。キールズクレンザースクラブがちょっと入ってるので結構スッキリします。これが洗顔でしょ。で、次クレンジング。クレンジングはちょっとこの間なくなっちゃって、ファンケルがコンビニで急遽買ったこのマイルドクレンジングオイル、これは松薬も使えるのでおすすめです、のオイルクレンジングで、最近新入りしました足上村、これなんか本町の安いお店で買えたから試してみたよ。うんって感じ。これはジェルクレンジングです。無印かな。結構ね、スキンケアとか洗顔とかは日によって全然違うから、めちゃめちゃ種類があります。シャンプーは私が通っている美容院が使っているコタっていうかな、コタアイケアトリートメント、なんか何だったっけな、シトリサの番号で、これシトリサかな、シャンプーは5番、トリートメントというかリンスは9番を使ってます。で、これが今ちょっと切れてるんだよ。なんて切れてて、シャンプーはこれ使ってるんだけど、匂いがすごくいい、よくて気に入ってるのがこちらです。で、ちょっとなんか揃えてるのいいね。これで、これはお父さんのシャンプーで、これはボタニストかな、市販の。で、この中はボディーソープ、何かわかんないってな感じです。たまにパックをします。それがこちら、キールズのレアアースマスク、クレンジングマスクです。お風呂じゃなくても全然使えるけど、これを塗って湯船に使ってとか、これ優秀、なんか毛穴ごっそしてくれる気がする。これはね、友達、私の大好きな大親友がくれたサボンのボディースクラブです。もう結構なくて、これを塗るだけでほんまに体すべすべになるから、週に1回2回ぐらいの頻度で使ってます。ではお風呂をしていきましょう。で、お風呂から上がったら、いつもあの浴槽で裸のまんまね、体中に化粧水を塗ったり顔のスキンケアをするんだけど、撮影なので今日はお部屋に戻って、スキンケアはすごい聞かれるんですけど、シーズンや肌の調子によって変えることが多くて、最近使ってるのはこのライスフォースっていうものです。で、まず化粧水から。もう化粧水はべっちゃべちゃになるぐらい塗りたくります。この夏も見てわかる通り、めっちゃ日焼けをしてしまったんで、潤いというかちょっとお肌の水分不足が気になっとうから、紫外線でのダメージをケアするっていう、それが得意なライスフォースを愛用中です。ほんまに真っ黒になっちゃった私にはベストなスキンアイテム、スキンケアアイテム。ちょっとマッサージをしながら塗ります。どんだけ時間がなくてもスキンケアは生活習慣乱れてるので、せめて時間をかけて丁寧にすることを心がけてます。んで、次はこの美容液を塗ります。この子もめっちゃ優秀で、これを塗ってから寝て次の日のメイクの化粧のりが全然違う、もうめっちゃ良くなるってぐらいきめ細かいお肌にしてくれるので、
ね、なんかね、美容液ってめっちゃなんていうんだろう、オイルとかあるじゃないですか。それはちょっとベタつくんやけど、これはなんかねジェルっぽい感じでみずみずしいタイプの美容液なんで、塗った後のベタつきとか重さとかがほんまにないです。ほんで最後はこのクリームで蓋をします。昔はベタベタが大嫌いすぎてクリームを塗らないで美容液で終わってた時期もあるんですけど、蓋をして水分を閉じ込めることが重要っていう1年前に痛感して、それからはこんな感じでめっちゃたっぷり塗ってますでクリームを選ぶときは特になんか保湿力は高くてでもベタつかないっていうのを重視して選んでて、ほんまそんくらいベタベタ感嫌いなんやけど、このライスフォースはしっとりかつサラッとしてるんでお気に入りです。塗る前との後やったらな、もちもち感ちゃいすぎてめっちゃ若返んのお肌が。で日焼けのせいで乾燥してたんやけど、乾燥に悩むことはなくなりました。スキンケアは人それぞれだから合う合わないがあるんで試してみるのがおすすめで、私もこの2500円のライアルセットを試してから購入しました。本品を2500円のだと肌分析のキットもついてくるから悩んでる人はおすすめです。ほらこんなについてて、だからスキンケア悩んでる人とか何に使おうかなっていう人とか自分のお肌が分かんない人は試してみてください。最近特に質問多かったんで詳しくは概要欄に載せとくんでチェックしておいてください。はい、ほんで髪の毛を乾かします。私髪の量多すぎるんで1日20分ぐらいかな。ちょっと最近はね上がってすぐっていうのを心がけてるから熱々。ほんで乾かし終わったらイソップのボディートリートメントマッサージオイルを塗ります。伸びも良くてこのオイルはおすすめです。これはゼラニウムの香りがすっごく私好きなので癒されながらマッサージをします。主に足かなちょっとね電話しながらなんで喋ってますけど放っといてください。それで歯磨きをしに行きます。あの歯磨き粉とかあんまこだわりなくて、なんやろクリニカかな多分で部屋に戻ってこれでもかっていうぐらい着圧がすごすぎるために履きづらすぎるグラマラススパッツをほぼ毎日履いてます。で寝る前にネットフリックス見たり最近全裸監督見てます。こういう雑誌を読んだり田中圭が好きなのを買いました。今月のでお風呂から上がった後はこういうなんかルームキャンドル、これはジョーマロンのルームキャンドルなんやけどとか間接照明とかでできるだけ部屋を暗くして寝る前は過ごすことを心がけてます。でこういう私本読むの好きなんで本を読んだりこういうテキストを読んだりしながら、これは寝る前に彼氏とテレビ電話をするっていう1日ね1、2時間ぐらい眠くてもなんか長電話しちゃう。これもしてる最中撮影中にかかってきたから続行しながら電話をしてます。で最後にちょっとネイルを塗ってるので手のケアは欠かさず夏でもハンドクリームを、これもイソップのハンドクリームです。しっかり塗ってから寝ます。で目印のあの足に挟むやつをやってむくみを解消しながら今日のナイトルーティーンはこれでおしまいです。コメントと高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではおやすみなさい。